今日2つ目の話題はこちら。現役バレエダンサー監修のステージを秋田で、バレエ&コンテンポラリーパフォーマンスです。はい。さあ、ゲストはバレエハウスキキ主催の桜庭明子さん、そして佐々木さくらさんです。お二人ともよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日は華やかですね。そうですね、女性のゲストが非常に多い、はい、本当に女子大生から今度ね、女性ゲストお二人ということで華やかにお送りしてまいります、はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはお二人のプロフィールからご紹介させていただきます。まずは桜庭さんのプロフィールです。9歳でバレエを始めたんですね。はい、うん、そのバレエ始める年齢としては遅い方ですね。はい、遅い方ですね。皆さん3歳ぐらいから始められるので、はい、遅い方でした。ですね。そして小学3年生とか4年生。そうです。3年生から、はい、始めました。そして高校卒業と同時にロンドンのセントラルスクールバレエの2年生に編入。その後、ロンドン、アイルランドのバレエ団に所属し、2015年に秋田市にバレエハウスキキを設立しました。すごいな、はい、高校卒業と同時にもう、うん、はい、都営室って感じだったんですね。そうですね、はい、すごいですね。本当にこう短い期間で本当にこうギュッとのめり込んで、はい、何がそうさせたのですか、うん、あれもうやればやるほどもっとここも上手になりたいっていうのが、はい、きっかけだったと思います。そうなんですね、はい、もう出会うべくして出会って、そうですよ ね突き進んでいらっしゃったのかな。そうですか、はい、続いて佐々木さんのプロフィールもご紹介させていただきます、はい、こちらですね。佐々木さん6歳でバレエを始められました。そして11歳の時にバレエハウスキキに所属されています。そしてですね、2024年に行われたトリニティラバン年間留学オーディションに合格し、留学を控えているとのことです、はい、このトリニティラバン年間留学オーディション、どういった取り組みなんですか？基本的にクラシックバレエとコンテンポラリーダンスを学べて、あとは実際に振り付けを自分で作って紹介するというレッスンもあります。そうなんですね。留学を控えているということですけど、いつ頃から行かれるんですか？今週の土曜日に。今週の土曜日今週の土曜日、はい、本当ですか？本当に、はい、本当にですか？はい、準備はどうですか？もう、いつでも行ける。いつでも行ける、この生放送終わりでも行けちゃうぐらい。すごい、びっくりした。ねえ、すごい、そんな忙しいさなかに来ていただいて本当嬉しいですね。ありがとうございます。桜庭さん、この今週留学を、はい、まあ、ロンドンに行かれるということで、お気持ちいかがですか、先生として。私の第二の故郷のロンドンで、また自分の教え子がロンドンで学ぶっていうのはすごく嬉しいことです。いや、そうですよね、はい、このやっぱりオーディション合格することって非常に難しいことですよね。そうですね、何校かね受けての合格でした。そうなんですね。実際その佐々木さんと桜庭さんが通われる学校って一緒なんですか？いえ、違います。違う学校です。あ、そうなんですね、はい、非常にそちらもね、これからドキドキですね、うん、はい、頑張ってください。本当にこんな中本当にありがとうございます。来ていただいて改めてさあ、そんなお二人が所属するバレエハウスキキなんですけど、どういった場所になるでしょうか？メインはクラシックバレエと、うん、それからコンテンポラリーと、あとピラティス。ピラティス、はい、うん、ここにも多分ご出演されたパシカマサミ先生が生演奏してくださってのレッスンなんですけど、ね、ピアノも習います。ピアノも習います。それから英語も習える。英語はい、英語ですか？はい、あの英語ですよ、ね、はい、あの英語です、どれもバレエに必要なものなの で、すごいですね、それが、あ、そうなんですね、はい、バレエハウスキキの中で学べるスクールになってます。佐々木さん、これ全部習われていますか？とコンテンポラリーとバレエとピラティス
あと他に別のところでやっぱり英語も必要なのですごく猛勉強しました。そうなんですね。バレエとピラティスっていうのがちょっと結びつかないんですけど、ピラティスも必要ですか？ピラティスは、はい、あの体幹を鍛えるために。そっか、なるほど、はい、私もロンドンで初めて出会って、そこから必要だと思って取り入れてます。いや全部つながってるんですね、はい、体幹ね、お二人座ってんの本当姿勢いいですもん ね、ちょっと大変、ちょっと見習わないで体幹がガタガタだから ね私たちなんかもうペラペラだからね、そうペラペラなんですよね。シュッじゃなくてペラペラなんですよ。そうちょっとね、そっか、体感って大事なんです ね、うん、そうですね。でもいろいろなこう習いたいっていうものが、うん、一つの教室でね、いろいろ習えるっていうのはすごくす、ね、はい、あの親としてはありがたいですよね、はい、私もそう思って取り入れてます。ということでワンストップでそういった取り組みされているっていうことなんですね、はいはい、さあバレハウス危機の場所がこちらになります、はい、こちら中市の近くなんですよね。はい、そうです。うん、じゃあ田村さんちの近くでもあるんですかね。はい、そうですね、私よく通ってて、あのバレエ の、ね、あの看板拝見していって、うん、あそうだそうだと今って思いましたけど、なんか私もこのすごい綺麗な建物あるなと思ったんですけど、うん、バレエハウス危機だったんです ね、そうです、1階の部分ですね、はい、1階の部分です。さあ素敵ですよね、うん、さあそんなバレエハウス危機で今回主催する企画、今日はご紹介します。それがこちらです。バレエ&コンテンポラリーパフォーマンス、こちら9月14日土曜日午後3時から秋田芸術劇場ミルハスショーホール B で開催されます。桜庭さん、こちらどういったプログラム内容になっているでしょうか。フィンランドから4年ぶりにビレ・バルコネン先生がいらっしゃって、うん、1週間のワークショップをします。でその最終日に、うん、あの1週間でこれぐらいできたよっていうものをあのパフォーマンスとしてお客様にお見せします。へえ、ちょっといくつか今のお話をお聞きしたいんですけど、うん、はい、まず1週間だけのリハーサル期間ということですか。はい、そうです。それって今までそのバレエハウス機器でやってきたステージであったりとか、まあ、一般的なバレエのステージと比べてどのぐらいすごく短いリハーサル期間になります。そうなんですね、はい、でもその1週間の間にやはりあのそうレッスン受ける子たちはガラッとか変わってくるわけですか。そうですね、それってすごいですよ ね、はい、あのね、短期で結果を出したいっていうのも、ね、親のちょっと要望の一つに分かりまして、こんなに変わるんだっていうのを目の当たりにするとね、すごい嬉しいですよね、はい、そうですね、うん、さあそうなんです。そしてそのステージの監修、そしてレッスンの先生を務めるビレさん、どういった人物ですか。はい、フィンランドナショナルバレエスクールを卒業して、うん、その後あのヨーロッパのバレエ団で修行を積んで、また地元のフィンランド国立バレエに戻ってきた後に自身のバレエカンパニーを作ったり、うん、振り付けしたりゲストダンサーとして活躍しています。いや、そうなんですね、すごいな、このポーズですよ、ね、これはバレエなんですか。これはコンテンポラリーですか。コンテンポラリーのポーズですね。そうなんですね。そもそもそのバレエとコンテンポラリーの違いってどういったものになるんですか。バレエは本当に基本的なものがあったり、うん、古典作品があったりしますけども、コンテンポラリーはそのバレエのベースをもとにあのもっといろんな表現をしたりするダンスになります。このコンテンポラリーも学べるということで、うん、ビレさんの魅力どういったものですか。唯一無二の作品を作ってくれる振付師です。佐々木さんもこの危機にいながらビレさんのレッスン何度か受けられたとお聞きしたんですけど、魅力どういった部分ですか。はい、ビレ先生は創造性が豊かな方で、うん、もう常に新しい刺激を与えてくださる存在です。こちらがその1週間のほんの一部の様子ですね。うん、ちっちゃい子も一緒に受けて、一番最年少だと何歳ぐらいの子が、今回は年長さんから幼稚園児参加します。すごい、はい、わ、過去の公演の様子ですね。かわいいな、素敵ですね。一番手前がビレ先生ですか。そうです、そうです、うん、あの黒いジャケットを着ているのがビレ先生です。
本当にこの5日間っていうのは貴重な機会ですよね、うん、そうですね、うん、その桜庭さんとビレさんが出会ったきっかけどういったものありましたか？ロンドンで、うん、あの知り合いを介して知り合いました。そうだったんですね、はい、あこの写真、はい、素敵ですね。共演なさった時の写真ですか、はい、この一期一会の出会いがこうやって機器を設立しても続くっていうのはすごい嬉しいことですよね。はい、そうですね、はい、このステージどういった部分をお客さんに楽しんでほしいですか？まずはビレ先生 の、うん、あの子どもたちも本当に楽しめるような、踊ってても見てても楽しめるような作品を作ってくださる人なので、うん、そこを見てもらいたいです。こちら5日間でステージを完成させて、うん、まあ、そのミルハスで発表するということで非常にそこ見どころですね、はい、注目です、うんうん、さあバレエ&コンテンポラリーパフォーマンスの詳細ここでご紹介していきます、日時は9月14日土曜日午後3時からとなっています。会場は秋田芸術劇場ミルハスショーホール B です。さあこちら参加無料、観覧無料となっていますが、申し込み方法など教えてください。申し込みはバレーハウス機器のメールから申し込みか、もしくはインスタグラムの DM からお願いします、はい。まあ、お問い合わせ方法などバレーハウス機器のホームページなどにメールアドレスもあるので、はい、そちらからご確認いただき、申し込みお問い合わせお願いいたします、うん、さあこの本番の日はもう佐々木さんはいないですよね。はい、そうですよね。このステージ出られる仲間たちに何かメッセージなどありますか？みんな練習の成果を発揮してお客様に笑顔を届けられるように頑張ってね。ありがとうございます。そうですね、あと留学の、ね、意気込みもぜひ聞かせてください。もう一人でロンドンで生活するにあたってさまざまな困難に直面すると思うのですが、うん、こう技術面でも精神面でも帰ってきた時に成長したねって思っていただけるように、もう毎日毎日努力し続けたいと思います。はい、ありがとうございます。この本番の日は佐々木さんロンドンで何してますかね？何してすいません、困った質問わかんないよね。そうですよね。でもね、始まってね、ヘトヘトになってるかもしれませんね。もう始まってるのかな。本当に初めてのこと尽くしでね、一人暮らしも初めてですしね、海外生活も初めてですよね、はい、そうですね、1年は初めてなのでドキドキしてます、はい、頑張ってください、はい、ぜひ、はい、さあ桜庭さんはこの企画に向けて視聴者の方へメッセージなどお願いいたします。はい、ビレ・バルコネ先生が4年ぶりに秋田にいらっしゃってコンテンポラリーの作品を子どもたちのために作ってくださいます、うん、はい、それから子どもたちが6月から白鳥の湖の第2幕の抜粋と、あとちっちゃい子たちは可愛い衣装作品を踊りますので、よければ皆様いらしてください。はい、ありがとうございます。非常に様々なプログラムで構成されているので、うん、皆さんぜひ14日土曜日は見るはずに見てみてはいかがでしょうか、うん、はい、ご家族がいると ね、これを見ることによって何かその将来が変わってくるぐらいの出会いになる可能性が、ね、うん、ありますから、そうですね、はい、ぜひ皆さん足を運んでほしいですね、はい、うん、ここまでバレエ&コンテンポラリーパフォーマンスについてご紹介させていただきました。今日のゲストはバレエハウス機器の桜庭明穂さん、そして佐々木さくらさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。